長編漫画。スピリッツ増刊一期二千年第一号から月間一期二千五年三月号まで掲載された。遠い未来の地球で起こる人工的に作り出された超人たちの戦いと葛藤を通して命の宿命と進むべき未来を描いた作品。激しくスピーディな戦闘シーンと幻想的で繊細な世界描写が特徴。遠い未来。人類の起こした 傍若不人な振る舞いによって生命の生態系は崩れ世界は崩壊の危機を迎えてしまうこの崩壊した世界から人類を救うため9人の幹部組織二次組を頂点にした特殊な能力を持つ人間たちによって構成された組織国際平和大が作られる彼らの活躍によって再び平和な日々が訪れたかに見えたしかしある日 二次組のメンバーであった一人の男が一人の女を連れ去って逃亡したことによって、それは揺らぎ始める。男の名はノー、我。女の名はマトリョウシカ。なぜ彼は反逆を企てたのか。ナンバー王の判断により、古いしきたりに従って二次組隊員による一騎打ちで我を仕留める手はずとなる。冒頭、ナンバークが送り込まれた決闘シーンから物語が始まる。 平和隊、隊長究明によって組織される、幹部組織。各隊長には一つずつナンバーが与えられる。小学館より、全八館が刊行されている。また、これの内容を4冊にまとめた、新装版が発売された。2001年11月30日発行。ISBN40 億9188万20132年5月30日、発行。 ISBN40 億9188万20212003年3月29日発行。ISBN4 億918万 8203X2003 年8月30日発行。ISBN40 億9188万20482004年1月30日発行。 ISBN40 億9188万20562004年6月30日発行。ISBN40 億9188万20642004年11月30日発行。ISBN40 億9188万20722005年2月28日発行。 ISBN40 億9188万2080ありがとうございます。